はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第171回でございます。今回は、先週も話したように、相談に返事する回ということで、最近やってたメッセージカードのね、やつを読み終わりました。350ぐらいのね、メール読み終わりまして、本当にね、送ってくださった皆さんありがとうございました。で、10人にしか返せないので、その、返せない方、まあ、返す方ね、2人しか決めてないんですけど、まだ書いてるの2つしか書いてないんで、なんですが、まあ、口で返事しておきたいなというのを取り上げて2週連続で、返していきます。今回10個、まあ、正しくは右下俺なんで9個なんですけど、それを答えていきます。で、こういう感じで書くの珍しいんで、いつもねスケッチブックに書いてるんで、そのタイトルとかを、すげえミスってるでしょ。下の左のさ、これ見えちゃってるしね、これね。なので、自分の部屋に置いてあるシーサーを今出してますけど、ちょっと絵が持つようにと思ってね、まあ、特に気にしないでください。で、左上から行きます。集中が持たないから下に行って、右上の単語帳は有効から下に行く感じ。で、これ聞きたいけど、みたいなのもあると思うんですよ。で、多分今回長くなるんで、最初ね、例えば集中が持たない始めたら、ここに丸をつけます。だから、早送りした時に、例えばここまで丸が、7個ね、丸が終わってれば、今これを答えてるよっていうのが分かるようにしますので、早送り使いたい方はね、ぜひ使ってみてください。では、早速行きましょう。あ、そうそう、一日ずれちゃいました。昨日ね、日曜にアップしたかったんですけど、ちょっと下の子の、ごめん、いい?よいしょ。下の子の関係でね、取れなくって昨日、ちょっと一日遅れちゃったんですが、申し訳ない。では、行きましょう。集中が持たない。ということで、まあ、よくこれは聞かれるし、ダラダラジオでも話したことあるんですけど、集中力が持たないってやつですよね。で、まあなんだろうな、本当はそろそろね、受験が本格的になるわけじゃないですか。12月入って、で、来月にはもうセンター試験があるからね、高校3年生の子はありますけど、まあ高校生は一回受験を経験している方が多いので、そんなに気にしなくていいんですけど、初めて高校受験で、受験が初めての方はちょっと頭の片隅に置いといてほしいことがあって、また1月か2月に話すと思うんですけど、本番の試験の時間ってあるじゃないですか。多分45分とか50分が、まあ、メインだと思うんですけど、近くなってきたら、その時間、同じ45分とか50分で勉強区切る。で、その時間勉強するっていう体を作っておくといいんですね。本当は今はね、この段階だったら集中力は持つようにメリハリをつける。だからいつも話すけど、時間ではなくって量で決めるっていう。何分勉強するとかではなくて、できれば、例えばみんながじゃあ数学のワークをやると、問題集やるってなった時に、ここまでやると。やるというか、ここまで完璧にする。見直しとか丸付けも含めて、ここまでやるよって。決めたら、そこまでやるみたいな。で、終わったら休憩って。で、休憩は時間を決める。絶対に。量ではなくてね。そう。時間を決めてっていうメリハリをつける。本当に一番はメリハリをつけるのが集中が持つ方法です。勉強、テスト勉強も受験勉強もそうですけど、果てしないじゃないですか。量としてはもうものすごい量勉強しなきゃいけないから、いくらやっても次が出てくるでしょ。もうここまでやったら OK とはならないからさ。例えばワーク提出が何ページまでだったらここまでで OK なんだけど、そうじゃないから、だからダラダラしてしまうし、こう頑張っても頑張ってもゴールが見えないから集中が持たなくなってしまう。であれば、自分で今のゴールはここだよねって決めてあげる。っていうのがすごくいいです。だからメリハリつけてやってください。で、まあ、さっき話したことを少し言うんであれば、近くなってきたら、試験時間45分だったら、45分間頑張れる体を作ってほしいのね。そう。だから、45分間勉強するって。で、もっと、やっていくんだったら、本番の休憩時間。受験って長いとこは長いんですよ、休憩が。30分とかあるとこもあるから、もっと長いのもあるしね。センターも今長いかな、未だに。俺の時は長かったですけど。なので、そのセンターとか、その試験と同じ休憩時間でやるともっといいです。本当はね。まあ、そんな感じでメリハリを重視してやってください。はい、次行きましょう。待ってね。YouTube 見ちゃう。これもね、すっごい言われるこれ。よいしょ。で、どういうことかっていうと、まあ、自分がね、YouTube に投稿してるからっていうのもまあるんですけど、右に関連動画出てきますよね。あとは、その YouTube 開いた時に最初に、大体こうみんなが見てるのをこう、なんだろうな、集計してというか、で、みんなが好きそうな動画をリンクというか貼ってくるじゃないですか。ね、おすすめみたいな感じで。だから、どうしても行っちゃうんだよね。
自分もわかる。仕事しようと思って YouTube でやろうと思った時に、こう好きなね、YouTuber の方がいると、もう何これ見てみようみたいな。サムネイルに釣られてね、行ってしまうんだよね。で、これも、まあ、基本的に上の集中力と同じで、うん、ご褒美です。見たらやるんじゃないんです。やったら見るんです。だって、YouTube でそこに動画がある限り、逃げていかないでしょ。今見逃したらどうするとはならないじゃないですか。特に好きな YouTuber さんだったらそうやって検索すればいいでしょ。自分はじめさん、あとはじめ社長とかね、好きですけど、はじめさんとかも、うわって思うんだよ。いや、これ見てーと思うけど、待てと。この仕事が終わってから見ようなって。だってあんたがはじめ社長って検索したら出てくるわけだし、はじめさんが。なので、そう。ひとまず、やると決めたんだったらまずやるの。っていうことを守ればいい。で、その一本だけとかって言っちゃうと、一本見たら次が関連動画で出てきちゃうから、どんどんズルズルいって1時間とか経っちゃうんだよね。YouTube 見てると。なので、そうじゃなくって、最初にやってからご褒美。っていう感じでやってください。いいかな?これはね、まあちょっとこう自己管理というか気持ちとの戦いにもなるんですけど、やるよ先にっていう。そこをきっちり守るといいですね。まあ自分も頑張ります。そう。疲れてる時とかね、もうなんか集中してない時とか行っちゃうんだよね。行っちゃうんだけど、まあ俺も頑張るんでそこは。で、まあ、自分の勉強動画の時に関連動画が出てほしくないんだったら、自分のホームページあるんですけど、塾チャンネルっていう、数字の19にアルファベットの CH、19CH って打ってくれれば一発目に出てきます。Yahoo とかで検索してみてください。で、そこに動画一覧があるんですよ。全部の。で、そこでも動画見れるんですよね。そこで見てもらえれば、確か右の関連動画出てこないはずなので、ちょっとスマホはね、ま、忘れて確認してないんでわかんないんですけど、パソコンであれば絶対出てこないので、まあ、もしね、自分の勉強動画を集中してやりたい方はそっちを使うといいのかなと思います。はい。今回も長くなるのね、先行ったからいいよね。ちょ、ごめん。絶対長くなるけど。はい、次行くよ。よいしょ。周りの友達と比べて焦ってしまうと。で、これはですね、多かったね、今回メール読ませてもらって。やっぱり周りってよく見えます。これね、勉強だけじゃないですよ。部活とか仕事とか恋愛とかでもそうだと思います。そう。たまに人の彼氏ってよく見えるとかね、女の子言いますけど。周り頑張ってるから、ね、なんと伸びてるようにも見えるし、自分が置いてかれてるように感じると。で、周りが頑張ってる。でも自分頑張ってない。って思って自己嫌悪だね。自分がダメダメって思ってしまってどんどん落ちていくみたいな感じになっちゃってる子がまあ多いと思います。この時期はそうですね。で、1月とかももっとなるかな。そんな印象がありますけど。で、まずね、大前提として、頑張ってないってないよね。頑張ってるんだよ、みんな。その悩んでる子ね。頑張ってるんだってば。で、何かっていうと、これ、じゃあ、みんながね、誰か思いつけるかな?その友達とか知り合い、同じクラス、まあ、塾の子なんでもいいですけど、あいつ頑張ってんなって思う子がいるでしょ?で、その子にもちろん直接聞くことはできないですけど、その子もきっと同じように思ってるよ。あ、ダメだ、私頑張んなきゃって。で、必死になってる子の方が多いです。また同じで、同じ悩みを持ってる。で、もしかしたら、その子からしたら、みんなを見て、あの子頑張ってる、みんなのことね。あの子頑張ってるよな、やばい、私どうしよう、とか、俺やべえなって、思ったりするんだよ。うん、お互いに思ってるみたいなね。ことはザラにある。これ塾でもよくあったからね。で、なんでかっていうと、やっぱりさ、こう、人が頑張ってる姿っていうのは、そこに目が行きますよね。例えば、頑張ってる人を見て、サボってるところを探そうとはなかなか思わないです。これは勉強でもスポーツでも。じゃあ、部活。これは吹奏楽とかのね、楽器でもいいし、運動でもいいんですけど、部活が終わった後に1時間残って練習してる子がいます。その楽器とかスポーツをね。でも、その子が、じゃあ練習来る、始まる方の練習の前に、ぴったりに来ました。それを見て、うわ、なんだよ、ちょっと早く来て練習しねえのかよ。とはなかなか思わないよね。やっぱ頑張ってるところに目が行くでしょ。じゃあ、でもみんながそれを自分でやった時には、もしかしたら残って練習って頑張ってんだよ。頑張ってんのに、はぁ、俺絶対もっと頑張ったら早起きして1時間前とか来て練習できたのにもうダメじゃんって言ってダメな方に目が行くんだよね。自分のことって。人は頑張ってるところに目が行くのに。で、やっぱり自分のことを、あ、俺頑張ってるよね。私頑張ってるっていうのはなかなか言ってあげられないんです。
そう。そういうふうに思うことが恥ずかしいっていう流れもあるしね、空気もあるからどうしても。でも、やっぱりね、頑張ってることは頑張ってるって言ってあげなきゃダメだよ。自分に。これもよく話すことですけど、寝る前です。いい？寝る前。布団入ります。ベッドにね、入る。そしたら、今日何やったかなって。これは部活でも勉強でもいいです。まあ今勉強の話にしようか。思い出します。何覚えたっけなって。今日は社会の公民のとか、ね、理科のあの計算をやったなとかって。で、思い出して、で、そこで何やったか思い出せなかったら、ちょっと眠いかもしれないけど、一回布団出て、もう一回復習して、何やったか思い出すために。それ大事だよ。で、もう一回復習するかわかんないけど、もう一回ベッド戻りますと。いて。で、こう思い出すじゃないですか。何やったっけなって。で、あ、あれやったな、これやったなって、あの問題苦戦したなとか、数学やっぱり分数苦手だったな、ちょっと気をつけなきゃなとかっていろいろ思い出すわけですよ。そしたら、頑張ったよね、それをって今日。で、まず言ってあげて。できれば、一人で寝てるんだったら口に出して言ってほしい。耳でも感じさせてあげてほしいから。俺頑張ったね、おやすみっつって。もちろん、兄弟と寝てたりとか家族で寝てる場合はやめてほしいよね。大丈夫かしらって思っちゃうかもしんないから。心の中で言ってくれればいいけど、それはやっぱすごく大事なこと。ね、ちょっと話を戻すと、周りの友達と比べて焦っちゃうのが悪いことじゃないの、何も。悪くないんだって。悪くないんだけど、自分を卑下するというか、下に落とし続けるのは良くないです。それモチベーション下がって、勉強効率下がるから。どうせとか、やってもね、みたいな風に思っちゃうから、自分をやっぱり褒めてあげてほしい。頑張ってることは。で、頑張ってることをちゃんと褒めてあげた上で、もっと頑張れたんじゃない？あそこサボったんじゃない？っていう反省はして。そう。後悔しなくていいから。っていう感じです。はい、もう12分ごめんね。ほんとは。次、受験モードになれない。行くよ。ちょっとごめん。よいしょ。よいしょ、受験モードになれないと。まあ、これね、なかなか難しいんですけど、スイッチ、まあ、やる気スイッチなんてね、某 CM でありますけど、まあ、入れ方わかんないです、これは。これは直接会って自分が指導してる子であればまだいけますけど、その子のタイプがわかるからね。やっぱネット上で入れることはなかなか難しいです。でも、強いて言うんだったら、受験、まあね、その志望校がさ、もうどうでもいいやって思ってる子はちょっと難しいです。難しいけど、例えばここ行きてえなってある程度思ってる子、思ってる人なんかは、その高校行って何したいかを想像してごらん。まあ前も言ったけど、女の子であれば、あそこの制服着て、みたいな。彼氏とあそこで行くみたいな。で、制服デートなんていいじゃないですか。ね、懐かしい俺なんて。そう、もう31だからさ。で、例えばバイトしたいとか、ああいうことしたいとかあると思うんだよ、いろいろ。高校入ったらさ、中学校より自由度はめちゃくちゃ上がるでしょ。できることも増えるし。そう。だから、入ってからのことを想像する。入ってこういうことやりてえなって。そう思うことが、この高校に入りたいなって気持ちになるから、大きく。なっていくと、やっぱりやんなきゃダメかなっていうちっちゃなスイッチは入ったりします。全員じゃないよ。そう。やる気スイッチ出るってほんと難しいことだから。でも、まあ、受験モードに慣れてないとか、どうしても身が入らないっていう子なんかは一回そういうのを想像したらいいかなと思います。いいかな？まあ、ちょっとね、短いけどごめんね。で、これはですね、次、社会人になる私へっていうことを、今回メールはですね、保護者の方、お子さんだね、息子さん、娘さんのためにっていう方もすごく多くって、それめちゃくちゃ嬉しかったんですけど、あとは、社会人になる方とか、まあ、循環って言って、これ次回話そうかなと思ってるんですけど、看護学校受ける、本当に同い年の方多かったです。31歳。ハイツさんと同い年なんですけど、って書いてあった、メールでね、書いてあったりもしたんですが、方もね、いろんな方からメールいただいてて、で、その中ですごい印象深かったのがね、何人いたっけな、多分4、5人いたんですけど、中学校、自分もこの活動5年目かな、今、やってるんですけど、動画アップするのね。で、中学校の時から見てくれてると、高卒で社会人になる方が出てくるわけですよ。で、その方も、初めて見たのは中3の時でした、みたいな。で、高校でも見させてもらってて、で、ついに社会人になるんですっていう。そう、18歳ね。で、その初めて社会人じゃないですか。やっぱまあ、ドキドキですよね。で、応援メッセージくださいっていう方もいたので、ちょっとそれをね、話したい。ちょっとこれ口で話したいと思ってね、今回書いたんですけど。まず、やっぱりこう、塾講師やっててもそうなんですけど、教育関係やってて、やりがいっていうのは、その子たちの成長を見れること。なんですよ。これってものすごいやりがい。だから、塾講師やってた時、俺ま23歳からね、塾講師やってたんですけど、今もう8年、
8年前の話なので、普通にその時の生徒ママになってる子とかもいるの。ママとかパパとかね、やってて。やっぱ嬉しいっすよ。その子たちが成人した時もやっぱり成人して写真送ってくれたりするとやっぱ嬉しいし。そう。で、今回もね、こうやって動画で出会った子というか、動画でね、繋がってる子が社会人になっていくっていう。もう本当にそれが嬉しくって、なんか。ね、見たこともない奴に言われてもと思うかも。ね、思う方もいるかもしれないけど、って思ってて、まあ、ごちゃごちゃしたことは言えないんですけど、ひとまず辛いことがたくさん待ってますっていうネガティブから行きましたけど、はい、社会人になると本当に大変です、社会人。まあ、自分はね、最初に行ったのが営業職、営業マンやってたんで、もう死ぬかもって思うぐらい辛かったですけど、社会人。でもですね、でもね、よく聞いてね、辛いんだよ、嫌なことたくさんあるけど、でも俺は社会人が一番楽しいんです。学生に戻りたいとは思わないんで。さっきと中学から高校に変わるときと同じですけど、自由は増えます。その分責任も増えるけど。自由と責任はやっぱりね、こう背中合わせなので。だから、ぜひ、まあ18歳だったらまだまだね、社会人人生長いです、これから。たくさん長い人生があるんですけど、嫌なこととか、特に若いうちはね、大変なことも多いんだけど、そこから逃げずに、立ち向かって頑張ったことが20代後半とか30代に生きてくる。これは今すごい俺が実感してます。その時言われててよく分かんなかったけど、なってみると分かるっていう感じ。で、自分の歳がこう先輩からアドバイスを受けると、お前30代で頑張ったのが40代、50代で生きてくるぞって言われるの。で、確かになってないから俺40代とかに。ピンとこないけど、でもきっとそうなんだろうなって思う。だから、ほんとね、投げ出したくなることとか、逃げたくなるぐらい辛いことも待ってると思います。でも、それ以上の喜びとか、もう学生の時では味わえない喜びとか、達成感とか、そういうのが待ってる。で、それを味わうためには、やっぱり本気で仕事しなきゃダメなんだよね。それは、なんだろうな、闇雲に頑張るとか、例えばブラック企業とかあるじゃないですか。そこで、なんだろう、言われるがままに頑張るとかじゃないんだよ。そういうことではなくって、みんなが歩みたい道、これを頑張りたいっていう道をそこに立てたら、それを真剣に頑張る。もし今立ててなくても、それが未来立てるための、そこまでの頑張る道だったら、寄り道かも、回り道かもしれないけど、それを頑張ってほしいなって思います。はい。まあ、ね、メール全部返せないからさ、こう、あんま言っちゃいけないかもしれないけど、もしね、社会人になって辛いこと、特に1年目、辛いこと多いと思うんで、時はまあメールで送ってください。返すたら返すから。っていう感じです。本当にね、心から応援してますので頑張ってください。そして、ちょっと早いけどね、早いけど、本当卒業おめでとうございますと、あと社会人デビューおめでとうございます。はい、半分ですよ。これもう30分コースだよね。やっべ、これ評価荒れるんじゃねえかな。いっか。よし、じゃあ次、単語帳は有効ってことで、メールで読んだ感じだとあれです。パラパラめくるやつ、パラパラめくるやつダメだね。なんかさ、ちょっと指出していい？こういうさ、ちっちゃいサイズにさ、単語書いてペロってめくるやつ。これさ、ちょっと待ってね。これ違うよ。メモ帳なんだけど。ね、パンのメモ帳ね。書いてさ、こう裏に意味と書くやつあるじゃん。こういう風に。リングとかで繋がってるやつ。多分あれのことだと思うんですよ。で、それが有効かどうかですが、基本的に勉強面のもので、有効じゃないものではないです。だから単語帳も有効です。ただ、一個間違っちゃいけないことがあって、単語帳を作ることにすごい必死になる子っています。これ特に女の子に多い。単語帳可愛く綺麗に書こうみたいな。そうするとですね、単語帳を作ることに集中しすぎて、時間取られて達成感出ちゃって単語帳使わないみたいなオチになるんですよ。で、これは綺麗なノートを書こうとする子も同じです。ノートを綺麗に書くことはいいんだよ。特に学校に提出するものは綺麗に書いてください。でも、学校でやったことを家でまとめ直す子とかもいると思います。で、それもいいんだよ。ただ、綺麗にまとめて、すごい芸術的なノートを作ることに集中しちゃダメです。何のために作ってるの？って自分が勉強して覚えてテストで得点を上げるために作ってるんで、そこの目的を間違わないでください。っていうことが大事です。よし、次。で、大切にしてる言葉ですね。いくよ。ちょっと待ってね。で、これはですね、何個かあったんですよ。普通に格言とか、好きな言葉、好きな名言、勉強面の名言とか、あと、くじけそうな時に、自分に言い聞かせる大切な言葉ってありますか？みたいなのもあって、まあ、いろいろあるんですけど、
まあ大切なことは基本的に名言、格言っていうか、自分はもう塵も積もれば山となるっていうことがすごい好きで、とかいっぱいあるんだよね。あとは勉強面じゃないですけど、昔営業やってる時の先輩、まあ所長ね、その時一番トップだった人、トップって言っても若かったんですけど、俺その方すごいお世話になってて、でその方が言った人と、これあれ勉強じゃないよ、ごめんね、人と金を追い求めるなって、先に。人と金は後からついてくるものだからっていう言葉はすごく大事にしてる。これは仕事する上で。そう。まあちょっとね、ピンとこない方も多いと思うんですけど。では、あとは、くじけそうの時、ね、勉強面でもそうですけど、言い聞かせることは、後悔するよって自分に言い聞かせる、いつも。後悔するなよとか、後悔するよっていう。やっぱり、後悔って、できればしたくないんですよ。生きてる上で。もう嫌だよって思うよね。時ある時にテスト上がらないとか、頑張っても成果が出ないとか、嫌なこと言われたとかいっぱいあるわけですよ。時に、もう嫌だよ、知らねえよとかって思う。で、思ってさ、例えば何時か経ったら落ち着くかもしんないじゃないですか。落ち着くよね。大体気持ちって落ち着くと。そしたら、その3日間、4日間、わかんない、1週間、やんなかったことを後悔する可能性。俺そういうタイプなの。だから、もう感情的になっちゃって、そう、あ、やんなかったよ、みたいな、ふうに思っちゃうのね。で、それってすごい何回もやってるから、同じこと。だから、まあ動画投稿とかもね、いいことばっかじゃないからさ、嫌なこともあるわけですよ。でもなんでさ、俺動画投稿してんだろうな、とか迷う時もあるわけ。で、足を止めたくなる、どうしても。ちょっと休憩しよっかな、とか思う時もあるんだけど、休憩したら後で後悔するの。俺は。それは俺がね。そう。みんながそれを押し付ける気はないけど。だから、やめたくなるとか、くじけそうになった時は、また後悔すんじゃねえのって。逆に、それをね、思うようになってから踏ん張るわけですよ。くよっそーと思うけど、休みてーとかも知らねえよって思うけど、でもやろって言って動画撮ってアップするでしょ。で、それが3日くらい経って落ち着いた時に、あの時投げ出そうとしたけど、お前頑張ったじゃんって、やるじゃんお前って自分に言ってやれることもあるから、だからそう思うかな。ひとまず後悔しない人生を送りたい。し、送ってほしいと思ってるし、みんなに。っていう言葉があるかな。あといっぱいあるんだけど、これ多分長くなるんでね。こんな感じで。はい、22分30秒。よっ、次、夢を変えるべきか。これね、夢と志望校両方あったんで、どうしようかなと思ったんですけど、まあ、夢にしても志望校にしても基本的に変えるべきじゃないです。まあ、今回夢をちょっとメインで話してしまいますけど、夢。まあ、どんな夢かわからないです。みんながね。まあ、夢持ってない子まだいると思いますけど、人に夢を否定されて諦める夢だったらそこまでの気持ちだったんだと思ってます、自分は。はい。本気の夢は口に出すべきだし、本気の夢だったら何を言われようと曲げちゃダメだよ。と思います。はい。かな。でもね、これちょっとバランスが大事で、こう何を言われても曲げちゃいけない信念みたいなところはあるんだよ。その筋っていうかね、そこは曲げちゃいけないんだけど、でも人の話は聞いた方がいいです。特に保護者の方に反対されることってあると思います。夢ね。あると思うんだよ。で、きっと、こうなったらどうするのとか、こうなっちゃうかもしれないよっていうデメリットを言われると思うんですよね。で、デメリットを言われるっていうのを否定されてると思いがちなんだけど、それは違くて実は。いや、そういう気持ちで言ってる保護者の方もいるかもしれないけどさ。でも、まあ、親ね、大人が、こうなったらどうするのっていうマイナスの、こうなったら失敗したらどうするのって話をするのは、みんなよりね、確実に失敗してる回数が多いの。長く生きてる分。俺もそう。みんなより大人だとは思わない。精神的に上だとは思わないよ、別に。思わないけど、人生生きてきて失敗した数は多分俺の方が多いもん。みんなより。だって31年生きてるから、こっちは。で、それは、保護者の方とか先生も同じです。そう。まあ、それをね、伝え方が上手い下手はある。先生も保護者の方もあるけど、だから、そう言われた時に、それを言われたからやめようって思う必要はないの、夢を。ないけど、あ、こういう失敗もあり得るんだなって、いうことは思ってほしい。話はちゃんと聞いてほしいというか、っていうことは思います。かな。よし、質問ラスト。緊張したくない。これは面接のことだったっけな、メインで多かったの。面接で緊張しちゃうんですけど、とか、まあ、試験本番どうしようとかね、ありましたけど、
まあ、心理学者ではないので、緊張しない方法はわからないです。多分ネットでね、緊張したくないとかって検索すると多分いっぱい出てくると思うんですけど、サイトが。俺が一番思ってるというか実践してるのは、緊張してる自分を認めてあげるというか、緊張しちゃってる、受けるぐらいに思ってほしい。だからなんでかっていうと、緊張したくないって思ってる子って、だいたい緊張しちゃダメって思ってる子が多いです。これ大人もそう。なんで緊張しちゃダメなのって俺は思ってしまうんだけど、だってみんなにとって大事なことだし、頑張りたいこと、うまくしたいこと、大切なこと、だから緊張するんでしょ。それを緊張ダメだとは思わない。もし、まあもしかしたらね、そのすごい、もう精神的にめちゃくちゃもうなんかすげえ、神みたいな方は、緊張とかしないっす。とかね、自信に溢れてる方とかもたまーにいるよ。たまーにいるけど、ほとんどの方が緊張するわけですよ。大事なことだから。失敗したくないことだからね。なので、緊張していいんだよって、いうふうに思ってほしい。で、まあ緊張してるけど、できれば 120% の力を出してほしい。受験の時、面接の時もね。でも、そう、うまくはいかないから、だから、試験始まりました。時に、丁寧に一問一問頑張ろうって思ってほしい。あ、どうしようどうしよう。じゃなくって、今目の前にある問題、面接だったら目の前にある質問、今ね、を考えて落ち着いて答えようぐらいでいいんです。緊張はするから、手汗もかくんだって。めちゃくちゃ。っていうことはすごく大事だと思ってる。自分はそうしてるけどね。めちゃくちゃ緊張してる時に笑うもん。まあ、超緊張してる俺、みたいな。そう。って思っても緊張解けないんだよ。解けないけど、まあ、いっかって緊張してるけど。まあ、できること頑張ろうぜ、ぐらいに思ってよくやっております。はい。ということで最後、私の質問ですね。これ丸つけようか、一応。質問っていうか、まあ、この前ツイッターではちょっと聞いたんですけど、今ね、ありがたいことに、この前、登録者が19万超えまして、まあ、年内ちょっと厳しいかもしれないんですけど、まあ、12月末か1月ぐらいに20万人に多分、ね、届くと思います、きっと。このペースでいけば。で、そのね、よく YouTuber さんがさ、質問コーナーとか、やられてるじゃないですか。で、それをやってくれませんかって結構言われることが多くて、前から。ただ、自分の質問ってこうやってね、ダラダラじゃでも返したりするし、やっぱり勉強の質問が、多いですよね。当然そうなると。でも、その子たちが求めてる質問コーナー聞いていくと、そうじゃなくって、プライベートなことを、まあ、求めてる方が多いんですよ。で、今回、いただいたメールの時もあったんです。例えば、自分、名探偵コナンが好きなんですけど、コナン好きって言ってましたよねって、私も好きなんですけど、好きなキャラというか、人は誰ですかみたいな、言われたりね。そういうのあったり、そういうプライベートというか、勉強と関係ない質問を、質問コーナーみたいな、やってくれませんかって。まあ、一部の方はね、はじめさんみたいな質問、あんな編集できないよ。面白いことできないけど、俺は。ね、そういうんじゃなく、そういう風にね、書いてる方もいたけど、多分そうじゃなくって、普通にプライベートな質問を、ね、こう、質問コーナーやりませんかって言っていただきました。いただいたんですけど、やっぱり、やってみたいとかいう気持ちはあるんだよ。あるんだけど、やっぱダラダラショーみたいになるんじゃねえかなと思ってしまって、やっぱ勉強の質問が多いだろうからさ。だから、それについてどう思うっていうところ、っていうのと、ちょっと試して聞いてみたいのは、今回、じゃあ例えば勉強と関係ないこと、恋愛とか別に自分ね、配置自身のことを聞いてもらっても構わないんですけど、さつきのコナンです、誰が好きですかとか。ちなみにコナンで好きなのは自分はカイトキッドなんですけど、はい。あれカイトでしたっけ確か。カイトが一番好きですね。もう、すげえ好き。まあそんなのありますけど、で、まあ、そういった質問を、例えば思いついたら、今回のこのダラダラジオのこの、なんだっけ、コメント欄に書いてほしくって、で、ある程度集まるようだったら、正式にね、まあ、今回書いてくれたものももちろんメモっておきますけど、20万人超えた時にでもやろうかなと、多分、もうほんと多分ね、YouTuber 人生で最初で最後だと思います。やるとしてもね。そうそう、とか思ってるので、で、なかったら書かなくていいです。無理やり書かなくていいですよ。あ、多分、なんでこんな風に思ってるかっていうと、自分、ほんとね、ありがたいことにこうやって登録者がね、20万ぐらいになりましたけど、自分が、みんなが登録してくれてるって、基本的には勉強のことでやっぱ登録してくれてるわけですよ。でも、基本的に普通に YouTuber さんっていうのは、その方が好きで登録してる方がやっぱ多かったりします。自分ははじめさん登録してますけど、はじめさんが作る動画も好きですけど、はじめさん自身が好きなの、俺は。はじめ社長が好きだから。そう。だから質問コーナーの時に、やっぱり興味があってこういうこと聞きたいって思うわけですよ。そう。例えばこういう時に何が好きなんだろうとか、何のなーみたいな思うんだけど、自分の場合そうじゃないから、
そうそう。だからやっぱ勉強面の方に質問が行くし、それは当然の流れだからね。うん、でもまあ、ね、20万でもちろん集まるんだったら、うん、黒歴史になるかもしれないけど、やってみても面白いのかなとは思ってるので、まあちょっと、協力お願いします。思いつかなかったら無理やり出さなくていいからね。そうそう、なんか本当に聞きたいことがあったらコメント欄で書いてみてください。参考にさせてもらいますので、ぜひね、ごめん、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、長くなりました。30分でしたね。最初からもし最後まで聞いてくださった方がいらっしゃれば、本当にね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。で、次回は、来週2です。で、もう紙にもメモってあるので、これね、そう。今回メモってあるのが、50、60ぐらいメモったんですけど、そうそう。全部答えられないんですけど、まあ、ひとまず、来週、第2回やりますので、もしよかったら次回の方も聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。